どうも、刀真一郎です。長森大です。今回お話しさせていただくのは呪怨です。古典的な日本の百物語的ストーリー展開と視聴者を飽きさせない恐怖シーンの連続、まさにジャパニーズホラーの名作ですよね。ああ、もう確かにめちゃめちゃ怖かったですもんね。これもうあらすじの説明も不要ってくらい有名作品ですが、一応あらすじをざっくり話すと、郊外の一軒家、その家に引っ越してくる家族や親族、関係した人たちが次々死んでいく。家に関係した人々に忍び寄る白い女と子供、二人の呪いは止まらないって感じなんですけど、僕ですね、昔から日本のホラー映画って正直そこまで見てこなかったんですよね。怖い話自体は聞くのは大好きで、聞いた日の夜眠れなくなっちゃうって典型的な人間なんですが、創作物こと映画ってなると話は別で、すごく冷静に見ちゃうんですよね。幽霊ものってなるとなおさらって感覚ありません？いや、俺ガキの頃からどんな心霊スポットでも行けたけど、逆にね、人間が人間を怖がらせるためだけに作った映像の映画の方が俺苦手やったんやね。俺怖くて。ああ、っていうか、退治しないのってなりません？いや、そんな俺アクション映画みたいなノリで見てねえもん、幽霊映画を。前プレデターの動画で話したんですが、シュガちゃんなら何とかしてくれるのに、誰か早くダッチを呼んでよって冷静に見ちゃうんですよね。はあ、はあ、相手が人間離れすればするほど燃えてくるのに、一番見たい主人公がいないタイプの映画に感じちゃうんですよね。はあ、だいぶ変わった見方だと思うけどね、俺それ。まあ舞台が日本なのにアメリカのコマンド部隊が幽霊退治に現れたって、むちゃくちゃな展開はありえないって分かってるんですが、もしそんな作品あったら絶対見ますけど。まあゴーストバスターズより面白そうやなそれ。この呪怨の僕的恐怖ポイントはそこにあったんですよね。はあ、呪怨の主人公とも言える白い女カヤ子のハリウッドモンスター級の圧倒的、誰が相手でも関係なく突っ込んでいく感。本来日本の怪談話で登場するお化けの類って、四ツ谷怪談のお岩さんを筆頭に健全に生きていた人間が不当な扱いを受けていた腹いせに幽霊になり、たたりを起こすのが一般的ってイメージですよね。まあそうやね。まあ例えば昔流行った噂話、コインロッカーベビー、独身の若い女性が妊娠、一人で産み落とした赤ちゃんをコインロッカーに放置した。数年後女性がコインロッカーの前を通ると子供が泣いている。かわいそうに思った女性が声をかける。お母さんいないの？女性に子供はお前だって叫ぶ。で、古典的怪談話ですが、登場する子供に対してそれ一言母ちゃんに物申しに出てくるわってなりますよね。こういうことは良くないからやめましょう的な道徳的お話になってるのが日本の怖い話でもあるかなと思うんですよ。はい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 。かや子の話に戻ると、息子の担任との浮気を疑われ殺されてしまい、その恨みから現世を漂っているんですが、ここだけ聞けば本来ある日本の怪談話のキャラクターですが、かや子は違いますよ。はあ、この人、息子の担任にストーカーしてたんですよね。結構異常なレベルで。実は大学の頃、担任と同じ大学でストーカー行為を行い、大学卒業し、適当に旦那と結婚し、息子の担任として再会し、ストーカー行為を再開。その異常さは、かや子が書いている日記から伝わってくるんですが、それは旦那もあんなの読んだら頭おかしくなりますよ。もうこの時点でわかりますよね。かや子は絶対すんなり成仏してくれるタイプの幽霊じゃないって。まあそうやな。だってかや子さん、あんた死ぬ前から相当やばいじゃないですかと。あんた生前からすでにモラルないですもんね。幽霊にモラルか。ここまで来ると、僕はもう日本式の幽霊というよりは、エイリアンとかチャッキーみたいなハリウッド式のモンスターに感じちゃったんですよね。はぁ、モンスターね。まあ確かにモンスターやな、あれ。ダメだ、こいつに説得は通用しないタイプだって、ハリウッドのモンスターたちと同じ匂いを感じたんですよね。呪怨の最初、呪怨って言葉の意味がテロップで流れるんですけど、それを読むと、強い怨念を抱いたまま死んだ者の呪いのことみたいなんです。でも、かや子って、自分ではどうにもできないような死ぬほど不幸な生い立ちじゃないですよね。生きてる頃から自分勝手で八つ当たりしてるノリですもんね。そもそも幽霊としてっていうか、人として見ても怖いんですよ、僕は。まあ確かに、度を越した自己中な女って、なんか何するかわからん怖さがあるよな。さらに、日本のホラー映画の僕的勝手なお約束なんですが、なんか警官は真相にたどり着けない。てか、本筋に関わらないってのも軽々飛び越えて、問答無用で警察すら的にかけてきますよね、かや子さんって。この人に必要なのは、コマンドでも、陰陽師でもなく、むしろ優秀な精神科医だ。
って言いたくなるほどのカヤコが生前から持つ凶暴性についてお話してきたんですが、僕はむしろ強い怨念を抱いてるのはトシオくんの方だと思うんですよね。だってトシオくんって親の都合で殺されてるんですよね。呪怨って言葉の意味をストーリーに当てはめるなら、カヤコも父親もトシオくんにより現世から解放されず、この一連の恐怖はトシオくんが黒幕だったって方がしっくりきちゃうレベルで、トシオくんは無念だっただろうなって思いますってところでお疲れっす。生きる意味もあの花